ネイサンズ国際ホットドッグ早食い選手権の電光掲示板ネイサンズ国際ホットドッグ早食い選手権はニューヨークブルックリンのコニーアイランドにあるネイサンズが主催するホットドッグの早食い大会ホットドッグの早食い大会は他にも多数あるが歴史の長さと知名度では他に並ぶもののない大会である 1916年に4人の移民が誰が一番愛国心を持っているかを示すためにネイサンズの販売スタンドの前でホットドッグの早食い大会を開いたのが起源と伝えられている。この時は12分間で13個のホットドッグを食べたアイルランド生まれのジムマレンが優勝している。その後この大会は毎年7月4日の独立記念日に開かれている。 1993年には一度だけ、マイク、ザ・スカラー・デビートと、伊藤織江による1対1の対決が、ブルックリン橋の下で行われたことがある。2001年、日本人の小林武が、当時の世界記録を2倍するセンセーショナルなデビューを、飾り、世界的なニュースとなり、歴史はあったが一般には知られていなかった大会に、知名度と人気が加わり、2004年より、 テレビ中継が決定。2011年現在は国際大食い競技連盟が統括するメジャーリーグイーティングの一イベントとなっているが単体の早食い大会としても高い知名度を持つ。1997年にアイホースが設立されて以降アイホースがこの大会を統括している。それ以前のルールは現在のものと異なっているがそのほとんどは紛失しており確認できない。 7月4日の昼、ネイサンズの1号店にて、約20人の参加者が、壇上に登り、ホットドッグと飲み物が置かれた、長さ30フィートのテーブルの後方に立つ。ケチャップやマスタードなども用意されているが、通常は使われない。ホットドッグは調理された後、食べた時の火傷防止のために冷やされる。10分間の間に最も多く、ホットドッグとパンを食べたものが、 優勝者となる。ただし、1位が複数いた場合にはその人たちで同点決勝、プレイオフ。先に5つ食べたものが優勝者となる。食べかけのホットドッグも1、8単位でカウントされる。10分間終了時点で口の中にあるホットドッグはその後で飲み込まれた場合のみカウントの対象となる。ロンドンのザウィンピーナショナルホットドッグチャンピオンシップスと異なり、 両手が使用可能。それでも論争がしばしば起きる。例えば1999年にはテレビ局 NY1 のニュースレポーターであるアダム・バルキンがビデオテープを確認していたところ、スティーブ・クライナーがフライングで競技開始前に約2分の1個のホットドッグを食べていたことが判明した。クライナーの真正面に立っていた審判はそれを見逃していたが、 さもなくばクライナーは失格していた。ルールでは審判の判断が最終結論となるとなっていたため、クライナーは証拠のビデオテープがあったにもかかわらず優勝となった。優勝者が宣言された後、優勝者の食べたホットドッグの個数が刻まれたプレートが掲げられる。優勝者にはトロフィーとマスタードイエローのベルト曰く何年前からあっていくらなのかよくわからない。 ネイサンズのホットドッグ1年分が贈られる。賞金はないのが普通だが、時にはスポンサー賞が用意されている時がある。ベルトはディフェンディングチャンピオンの国に保管される。大会の参加者は満18歳以上でなくてはならない。2003年には元アメフト選手のウィリアム、冷蔵庫ペリーが招待選手として大会に参加した。彼は、 予選では12本のホットドッグを平らげたが、本戦では5分間で4本のホットドッグを食べただけで危険した。ジョージシアは2004年7月1日に今後この大会で招待選手を呼ぶつもりはないという方針を明らかにした。本戦に参加するためには世界中で開催される予選の一つに勝利しなくてはならない。参加者は最大3回まで予選に参加できる。 一度予選で勝利した場合、同じ年の他の予選には参加できない。一回の予選に参加できるのは最大15名。最初の国際的な予選は1993年。最初の日本予選は1997年に行われた。現在は約20カ所で予選が行われており、予選の優勝者には7月4日の本選出場のための旅費が送られる。 日本における予選は以前はテレビ東京が主催し、決勝と合わせて TV チャンピオン内で放送が行われていたが、2002年に愛知県の中学生が早食い競争をして死亡した事故契機に大食い競技のテレビ番組の制作が自粛され、2002年、2003年には実施されなかった。しかしネ、ね、サンズの日本進出に伴い2004年より再開され、 2004年は東京潮止めにあるネイサンズ日テレプラザ店。2005年はネイサンズ原宿店。2006年は六本木ベリファーレにおいて開催された。ネイサンズの日本撤退により2007年より日本での予選の開催はない。2012年以降は北米以外での予選は行われていない。コンテストの模様は津波イズ・イーティングコンテスト。 エストップドッグアゲイン、クドゥントカットザマスタード、ネイサン、エスキングレディ、ウィズレディッシュ、ツービーフランク、フリッチファース、エイリアルホット、ドッグコンシューマーなどといった具合で報じられる。ニューヨークポスト市の記者、ガーシュ・カンツマンは、1990年代初頭からこのイベントを追いかけており、2000年からは審判も務めている。ESPN のダレン・ロベルは予選を勝ち抜き大会に、 参加したことがある。この大会の模様は以下のドキュメンタリーや番組で取り上げられている。2004年には ESPN が初めてこの大会の模様をライブ中継するため、開始時間が午後12時40分からになった。ESPN はウィンドホルプロダクションズに制作を委託し、彼らは6台のカメラと中継車を駆使し、1時間の特別番組として中継を行った。 司会はゲイリー・ミラーが務め、放送はタイムズスクエアにある ABC のビデオボードにも映し出された。CNN のジャニー・ムーズはエディファレントストーリーの中で大会の模様を伝えた。日本では TV チャンピオンが全国大食い選手権のスペシャルとして2001年まで同大会を取り上げてきたが、2002年以降はニュース等で内容が取り上げられる程度に止まっている。 2007年には、J スポーツ、これってスポーツの中で ESPN の中継に日本語の実況、解説をつけた形で大会の模様が放送された。大会には、多くの観客や海外の報道機関が詰めかけ、最色主義者の団体であるビバベジーソサイティも抗議行動にやってくる。2004年には、約5000人の観客が詰めかけた。2004年6月には、 ホットドッグ早食いの電動が大会会場に建てられた。壁には1984年以降の記録が掲載され、また大会までの残り時間をカウントするデジタル時計も用意された。大会2日前にはニューヨーク市長やネイサンズアイホースの関係者が出席してマンハッタンのシティホールパークで歓迎セレモニーが行われた。1996年以降、 1999年を除いて2006年までの優勝者は全て日本人となっている。2000年には上位3位を日本人が独占した。2001年に小林武が50本を完食してデビューを飾って以降2005年までの本大会はほとんど小林の独占場となっていたが2006年の大会では アメリカの上位チェスナットが52本を完食し2位に入賞53本と3、4を食べた小林に1本と3、4差まで迫った。翌2007年にはチェスナットが小林を破り、日本の王座が8年ぶりにアメリカに奪われることとなった。なお、最初に勝利した日本人1986年の明日、ジャパンタイトルマッチにおいて前年のチャンピオン。 オスカー・ロドリゲスに勝利した富永博明である。参加者はそれぞれ自分独自のホットドッグの食べ方を持っている。小林武はソロモンメソッドと呼ばれる方法を2001年大会で使用した。これはソーセージを半分に割ってから、その割ったものを2つ同時に口の中に押し込み、最後にパンを食べるという方法である。以降、 ほぼすべての参加者がこのメソッドを採用している。小林は食べている間微妙に腰を揺らすことでより、食べたものが胃に入りやすくするというテクニックを併用しており、小林シェイク、コビーシェイクと呼ばれているが、彼は単に音楽に合わせて動いているだけと主張している。カーリーン・ルファーブは、ホットドッグを胃に入りやすくするためにジャンプしたりする。その他の参加者は、大抵立ったままか、前傾姿勢だ。 パンが水を吸収するため、参加者の中には可能な限り水を飲まないようにするものもいるが、決勝に残る参加者は、小林のメソッドを採用しているため、パンを水につけてから食べている。ソーセージとパンを分けて食べるスタイルは、東京スタイル、または、ジャパニージングと呼ばれ、中島博文により考案された。参加者は大会に向けて様々な方法でトレーニングを積む。 断食する者も,もいるし、逆に大食いする者も,もいる。小林は瞑想し、水を飲みキャベツを食べ、それから断食するという。ケビン・リプシッツはかつては、自分の飼い犬と早食い競争をしていたが、動物虐待にあたるということで今はそれをやっていない。エド・ジャービスなど、複数の参加者は、空腹すぎるのも良くないということで、大会の朝に軽い朝食をとるようにしているという。 アイホースは、家庭でのトレーニングを認めていないし、いかなる特別なトレーニング手段も承認していないという。日本版では原則として、決勝の最高記録のみ掲載。予選でそれ以上の記録を達成している場合や、決勝記録がない場合のみ、予選結果も掲載。大会は大食いを賞賛し、参加者の肥満をもたらすものだとして、批判の対象にもなっている。 フードファイターの中には、パンとホットドッグを分けて食べる方法を許可している。大会側の姿勢に反対し、ピクニックスタイルによる食べ方のみに限定すべきだと主張する者も,もいる。また別の参加者は、アイホースが参加者に契約を結ぶことを強要していると反発している。さらに参加者の中には、大会の後で食べたものを吐いている者がおり、フェアではないと信じている者も,もいる。 アイホースの審判の判断が最終結果となるというポリシーに対し審判が間違っている場合にビデオテープによる判定を導入すべきだと主張する者も,もいる。2015年には動物愛護団体や菜食主義者らが動物を食べるななどのプレートを持ち大会中に抗議する騒ぎがあったが観客らからのブーイングにあい警備員や観客らに追い出されている。 またこの大会は審判の判断やドキュメント化が行われているが、食べこぼし、食べ残しを厳正にチェックするギネスでは認定されず、優勝者の記録はギネスブックに掲載されない。ギネスブックは、大食いの項目を1990年から削除したが、一方で2001年にウィンピーナショナルホトドッグ、チャンピオンシップスでピーター・ダウズウェルが記録した3分間で4本の ホットドッグを食べたという記録は依然掲載されたままであった。h t t p s w w w e x c i t e c o j p n e w s a r t i c l e t e c h i n s i g t 2 0 1 4 7 1 9 2 5 2 2ありがとうございます。